どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はあの憧れのおしゃれな名曲で、このウクレレでやっちゃいましょう。ジャミロクワイの Virtual Insanity、 あのかっこいい曲ウクレレで、しかも超簡単コードでやりましょう。いつものように2バージョンです。はい、最初のバージョンは初心者の方でもできるようにしたガズレレ流簡単バージョンのバーチャルインサニティ。後半のかっこいいバージョンは16ビートチャキチャキの、あのファンキーでソウルフルでグルービーなあの感じ出してやってみます。2バージョン最後までご覧になってください。あの憧れの曲をね、いつも聴いてノリノリでダンスして、そんな曲を今度は自分で演奏して弾きながら歌っちゃう弾き語りを始めてみませんか。簡単なんですよ、ウクレレなら。他の楽器はちょっと難しいですけどね、ウクレレ簡単なんだけれども、やってみたらわかります。簡単だけどもやってみたらわかる、この奥深さ、ほんとね、面白いですよ。ぜひ皆さん始めてもらいたいです。とはいえ、私は楽器は苦手で、もう聞くの専門ですとか、歌うのはいいけど、ちょっとそういう方多いんですけれども、ウクレレは今も言ったようにね、簡単ですから、最初はね。はい、やったらわかるけども、その後面白さが来ますけど、ぜひこれでこう奏でて歌う楽しさ体験してください。他の楽器やられてる方も、このウクレレの持ち運びの良さとか、リュックに入れてどこでも持っていけるわけですから、ぜひこれを、音楽をね、やりましょう。はい、で今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところでジャンプしていただいて、数字の順番ごとに、ウクレレを触りながら動画を見てるだけですぐに音楽できるようになりますから、びっくりしますよ。ぜひ始めてください。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもね、無料でできるわけですから、始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで簡単にできるようにしているレッスン動画、簡単ウクレレレッスン動画として700曲以上すでにアップロードしております。はい、洋楽から最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の歌謡曲、演歌、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもね、ウクレレで簡単に弾こうということでやっております。さっきのリンクのところに行くと、検索できたりジャンルボックスから探せたりするので、探していろんな曲やってみてください。ちなみに洋楽もここに貼っておきましょう。洋楽もいっぱいありますんでね、お気に入りの曲見つけていっぱいやりましょう。さあ、それでは Virtual Insanity、 まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。Virtual insanity is what we're living in.
せーの、イエーイ。じゃじゃん。Virtual Insanity ジャミロクワイ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。かっこいいですね。で、もうガズレレ流に超簡単アレンジしてますから。まあ、コードはね、簡単で、今の4つ弾きですから、まあいいとしても、やっぱり歌がね、英語で、しかもこのファンキーでソウルな、もうこの、かっこいいやつですよ。まあ、ちょっともう、もっとすごいやりたい感じでしたけど、まあ、ひとまずね、皆さんもちょっとやってみてくださいね。で、今のはもちろんショートカットバージョン。1番やって、まあ、このいいとこ取りで、やっていたという感じなんですけれども、フルでやりたい方、基本的にはコード進行はね、今出てきた中でもう全部、回っていくんで、書き出してやってみてください。動画のテロップと一緒にできるようになった方は自分でそれノートに書いたりするのもいいと思うんですけど、まあ、私、洋楽の場合はね、歌詞が多いんで、この歌詞カードを出しちゃって、ここにどんどん書き込んでいくみたいな感じでやってるんで、今日のこの洋楽に関しては、この、私の紙を見るよりも、テロップの方が分かりやすいかもしれないですね。はい。ちょっと要注目は、このイントロなんだけども、で、1、2、3、ここ、最後、E7、2拍になってますんで、テロップにも書いてあるんですね。要は、つまり、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2って感じです。はい。まあ、動画の中でなんか、感じ取れるとは思うんですけど、はい。で、この辺はずっとループでこのコード進行が回っていくって感じなんですよね。なんで、今日はテロップを一時停止で書いてもらった方がいいと思う。やっぱ英語の歌い回しもちょっとすごい難しい。こう早口のところは私はこう囲ったりして、そんなところがちょっと参考になればなということで。言い回しがちょっと難しいところはもうカタカナで書いちゃったりとか、まあもうなんでもありです。その表現できればというか。まあ歌詞の中身をね、和訳で知っとくのもすごくいいと思います。私も調べました。どんなことを歌ってるのか。それ内容はお楽しみということで、はい。まあまあ、そうです。だから、テロップを見ながら、こんな感じでこのリズムをカズさんは測ってるというふうに、参考になる程度だと思うんですけどね。はい。ここら辺がちょっとね、畳みかけるような、A メロの後半のところ、難しいですけどね。はい。で、ここがまあ一応サビでございます。はい。で、ここがまあ、そのブリッジパートみたいなところなんですけど、うん、今日はこの紙見るよりテロップと、テロップを書き出してくれた方が早いな、多分な。うん。で、感想、ラストの感想もちょっと入れたりなんかとかして、やってます。これがガズレレ流、簡単版、ショートカットアレンジになってます。じゃあちょっと出てくるコードを解説しましょう。まあ見てくださいよ。C と Am、F と D7、Dm と G7 と E7。この、今やったのはこの1、2、3、4、5、6、7個ですよ。このコードはよく見て。ガズレレ必須コード。これは超入門コードのグループの仲間で今やっちゃいました。このおしゃれな、かっこいい曲。はい。このガズレレ必須コードなんですけど、これはですね、コードっていうのをウクレレのとき覚えなきゃいけないんですけれども、星の数をだってもう山ほどあるんですよ。全部覚えきるのことはもうとてもじゃないけど無理なんですけど、じゃあどうしようってなるじゃないですか。このウクレレにとって、都合いいコードだけを覚えていきましょう。最初ね。その後いろいろコードを覚えていけばいいけど、最初はこの、もう超仲良しお友達のコードのグループがあるんです。それをこのガズレレ必須コードと言っております。一個ずつ見るとすごい簡単な指一本のコードとかいっぱいあるんだけれども、10個ぐらいあるんで頭混乱する。じゃあそれどうやって覚えようかっていう分かりやすく覚えられる動画を以前私が撮ってます。ここにリンク貼っておきますんで、ガズレレ必須コードはここで覚えてください。ということで今日のこのバーチャルインサニティは入門コードでできておりますので、できますよ。ただ歌は難しいですけどね。はいはい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、C のコードを C メジャー7というコードに置き換えようと思います。これ簡単ですから、初心者の方もこれ押さえられます。コードネームだけ見たらびっくりするけど、1個ずれただけ、1弦の2フレットですね。これやってみましょう。普通の C はここ。C メジャー7ここです。これやると急におしゃれになりますからね。普通の C は、C メジャー7は、ちょっとおしゃれに。はい。これで表現してみましょう。はい。で、あとリズムなんですけど、これです。ドン !16 ビートのチャですね。これはですね、ノリノリのもうシャッフルなやつです。ね、基本ってちょっとこれ弾いててくれる？このリズムなんですよ。ツチャーン、ツチャーンなんですよね。これ、書いてあるでしょ？ツタン、ツタンなんですよ。で、これ、前編これでやると、例えば歌中でね、ツタンダ、チャッカチャッカ、ツタンダ、チャッカチャッカって、チャカチャカ多いなと思ったんで、イントロとかアウトロのところでは、ツチャン、パッて、このボディヒットをね、でやろうと思うんですよね。で、歌中は、これ弾きながら歌うのちょっと難しいんで、普通の16ビートのチャでいきます。こんな感じで、ハルトワンダンダンキャッティオン、ウケンダ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 ン
シュッドスモー、こんな感じでトンルタッカタッカトンルタッカタッカ、こんな感じでいこうと思います。どっちにしても16ビートでチャが基本になってます。チャーも16ビートですよね。チャンタンチャンタン、はい、この16ビートのチャの弾き方、これはね実は難しい。ちょっと一応ここにリンク貼っておく。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、そこの中から16ビートのチャという動画をね、探して練習してほしいんですけど、これはしかもこの曲シャッフルなんですよ、すごく。ダンズンダッカタッカダンダカタッカタッカダンズンダッカタッカダンダカタッカタ、なんでシンコペーションはしてない。ダンダカタッカタッカダンダカタッカタッカダンダカタッカタッカダンダ、このリズムでございます。この16ビートのチャっていうのは基本的には8ビートができた上での話なんですよね。8ビートができて、16ビートができて、8ビートのチャができて、16ビートのチャができてっていうところから、こうだんだん登っていくリズムなんで、ちょっとね、先は長いっていう人いるかもしれませんけど、このリズムがこうものになると結構いろんなファンキーな曲できるんで。今の曲を Am でちょっとリズムを練習すると、サビでやると、こんな感じです。チャカ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 。シャッフルの16ビートのチャ。このリズムでやってみます。あと、決め的なことは、途中で一箇所ね、うわー、It's a crazy のところで、A メロのところでちょっと伸ばす。このギミックがちょっと入るんですけど、あ、それ以外は結構もう淡々としてるんでね、ツチャータン、ツチャー最初のイントロやったツチャータン、ツチャータンというリズムと、ダンツ、ダッカタッカダンツ。16ビートのこうファンキーなガシガシいく感じのやつをこうミックスしてやってみようと思います。これはやっぱ体のノリ、言葉のタイミングもこうちょっとラップっぽい感じがあるじゃないですか。だから棒読みになるのにダンダダンってこの言葉にもこう瞬発力をつけて、タイミングをがっちりこのリズムと合わせてがっちり組んで、一体感を足して体も揺らして、それで表現していきたいと思います。ちょっとね、まあ、なるべくかっこよくやりたいんですけどね、もう本当にあのガズさんも夢中です。はい。じゃあ、Virtual Insanity かっこいいバージョンやってみる。Insanity ガズレレのかっこいいバージョンやってました。まあ本当奥が深くてですね、このリズムとこうグルーブとこの言葉のリズムもね、こっちのリズムも体ごとこうグッとこう
あのね、ノリっちゅうのはもう本当奥が深い。たどり着きそうでつかないんですよね。私もそうです。はい。なんで、まあこういうこと楽しんで、やっぱやるのが豊かなやつかなと思いますんで、皆さんもね、楽しんでやってみましょう。はい。いろんな曲ね、ウクレレできると、本当ね、この曲できるとかもうすごいですよね。ウクレレ。皆さんどんどんやりましょう。ありがとうございます。ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って日本全国飛び回ってリアルなイベントやってます。会いに来てください。今度は東北ですよ。はい。そんな最新情報やら、本を出してます。ガズさん、いろんな本出してる。その情報。あと、このウクレレの情報なんかも、ちょっとこの後動画で、最新情報をしつけときますんで、お時間ある方ご覧になってください。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。それでは、ご案内動画どうぞ。はい。皆さん。ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい。ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど。はい、こちらです。まず、東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週、9月29、山形イオンモール天童です。はい。これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると、私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね、楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリッドミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん、こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今、動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日、素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。